シクストーンズへの森本慎太郎が親友の平野紫耀からの1日遅れの祝福に感激し、ファンも歓喜している。7月22日深夜放送のラジオ、シクストーンズのオールナイト日本サタデースペシャル、日本放送に、シクストーンズの田中いつきと森本慎太郎が出演。プライベートで仲が良い元キング・アンド・グズ・ヒラの仕様を称賛する場面があった。 今月15日に26歳の誕生日を迎えた森本。しかし、当日はメンバー6人での仕事があったにもかかわらず、誰からも、おめでとう、と言われなかったようで、先日、私誕生日でした。クレームです。シクストーンズへの皆様、誰か私を祝いましたかとリップツク 森本によると、ゼロ時を回り15日になった瞬間にもメンバーからの祝福メールは届かず、そのまま朝の集合時間になり、田中からは、おはよう、しか言われていないと介護。続けて、松村、北斗さん、何もなし。京本、大河、さん、何もなし。高知、夕割れ、さん、何もなし。と、メンバーの対応を上げていき、唯一でしいだけが、 朝の9時にスタンプ1個、素敵な年に、行ってらっしゃいみたいな敬礼の絵文字を送ってきたそうだが、おめでとうの文字がなかった、ためおや、おやおやシクストーンズみんな俺に、おめでとう、って送ってきてない、と説明した。どうして、おめでとうを忘れるのと問い詰められた田中は忘れてるわけじゃない。と弁解するも、お昼過ぎぐらいですよ。田中いつさん、私の顔を見て、あ、 そうだ。今日、新太郎の誕生日じゃん。おめでとう、と言ったのは、つまり、俺と会ってなかったら今日が新太郎の誕生日だったっていうのが出てこないわけじゃない、と、次から次へと攻め立てられてしまった。さらにコーチに至っては、翌日16日に、おめでとう、とメールを送ってきたと明かし、田中は、どういうこと彼はシンプルミスってことなのかな と誕生日を勘違いしていた可能性を指摘。なお、森本が、1日遅いのよ、とメールで突っ込んだところ、コーチからは、ごめからん、という一言だけが送られてきたとのこと。不満たらたらの森本に田中が、どうされるのが理想なのよ。逆に理想を聞かせてよ、というと、森本は、15日になった瞬間の12時に、メールを、遅れとは言わないよ。 でもその日のうちに、おめでとう、を言ってほしいのよ。と、とにかく当日に、おめでとう、の一言が欲しいと熱弁した。シクストーンズ森本慎太郎、メールをくれた平野潮を称賛、続けて、それこそ、あれだよ。平野潮、あいつも、一日遅れたんだよ。と、親友と公言する平野からも一日遅れで、遅れてごめん。おめでとう。 と、祝福メールが届いたと告白。ただ、潮がメールを送ってきたのは16日の深夜12時10分ぐらいだったのよ。ラストに送ろうとしたら遅れちゃったって感じだった。そうで、そういう感じだったら全然許す。15日に送ろうとしてくれてたのね。潮ちゃんありがとう。さすが親友ね。わかってるね。と、称さん。 一方その後、森本宛にリスナーから、今年、コーチが全く同じ話してたぞ。お前も、コーチの誕生日まともに祝ってねえじゃん。今日もとも、去年、誕生日祝われてないって、トークしてたよ。とのメールが届き、実は自分もメンバーを祝っていないことが判明。田中は、いい加減にしろよ。この海パンボクサーが、あなた、人のこと言う権利ないです。笑い。 と突っ込み、つまり、あなたも祝ってないし、あなたのことも祝ってないから、これは因果応報です、と言い、森本は大爆笑していたのだった。この放送にネット上のリスナーからは、みんなメンバーに向けてのクレームを、ラジオで話している笑い、今日の新太郎、めっちゃ末っ子な感じで可愛かった。 との声の、他平野は今年5月にジャニーズ事務所を退所していることからジャニーズじゃなくなっても仲良しなのが嬉しいしよ君くんの話してくれてよかったなど歓喜の意見も寄せられた。